んかさ、あんまりこういう感じの緑の服着いんからさ、自分が似合ってるんか似合ってないんかもよくわからへんねんけど、どうです皆さん、大丈夫ですかね、大丈夫そうですか。位置についてまいどん、どうもまいどんです。はい、ということで今回はですね、私ね一人暮らしを始めたんですけども、まぁ、ちょっと前まで実家暮らしだったということで、今回は実家暮らしの女子大生は月のお金をどういう風に使ってるのっていうお話をしていきたいと思います。題名がすごく長いですね。月のお金をどのくらい、それからどういう風に使ってるのっていうお話ですね。多分ね、これから受験して大学に入るよっていう人とか、あとはもうすでに大学生の人って、多分周りがね、どういう風に月のお金使ってんのやろうとか、もう服とかコスメってどれぐらい月に買ってんのやろうとか、すごく気になってると思うので、思ってるよね。はい、ということで、今回はね、実家暮らしだった女子大生の私が、まあ、月にどういう感じでお金を使ってたのかっていうのを今日は紹介していきたいと思います。はい、ということで早速レッツゴー。はい、ということでお話ししていこうと思うんですけども、ちょっとね内訳があるので携帯をね見させていただきます。携帯をですね変えました。 iPhone12になりました。ケースね、ミルリックチュールさんで買ったんですけど、めちゃめちゃ可愛いです。やっぱり私動物の中でクマと犬がすごい好きなのでね、またクマにしてしまいましたけども、ということで実家暮らし女子大生のお金の使い方なんですけど、薬学部は割とね、バイトできる時期とバイトできない時期があるので、3つの時期に分けて紹介していきたいと思います。前ね、バイト代の話をした時も3つの時期に分けて説明したんですけど、今回もそんな感じでやっていきたいと思います。まずテストも何もない期間ですね。薬学部はね、ずっと勉強っていうわけではなくて、結構ねもうテストも何もなくて講義だけみたいな、めっちゃ遊べるみたいな時期があるんですよ。まあその時はね、結構みんなバンバンバイトしてます。で、私の場合は週3とか4ぐらいで、まあ結構多いんですけど入ってて、まあ月8万ぐらい稼いでました。で、プラス親からお昼ご飯代として、まあ1ヶ月1万5000円をもらってました。で、その中の内訳として、服が2から3万円、食費1万5000円、コンタクト1万円、友達との遊び1万円、コスメ、日用品5000円、残りの貯金が1万5000円っていう感じです。テストも何もない期間っていうのは、まあ大体2ヶ月とか3ヶ月ぐらいあるんですけど、こんな感じで使っておりました。で、まずはね、服。服はね、本当に私結構服好きなんですよ。だから結構服は毎月バンバン買ってる方なんですね。ただめちゃくちゃ高いのをバーンって買ってるわけじゃなくって、5000円以上のものはまあ大体2着とかそういうぐらい買って、で、あとはグレイルとかそういう安いところでちょっと高見えするものを1万円ぐらいでもババババン1着2万円とか3万円とかしますよっていう服を、もし買いたい時はクレジットカードで買ってました。まあただ分割は2分割までにしといた方がいいです。何十分割とかしたらもう本当に収集がつかなくなるので、最低2分割でやった方がいいと思います。まああとコスメは、私あんまりコスメバンバン買う人じゃなくて、なんか本当に気に入ったのをポンって買う人なので、割と5000円ぐらいで済んでたかなって思います。で、コスメ買わない時も日用品とかなくなったりするから、まあそういう時に使ってました。友達との遊びって結構お金使うのよ。だってさ、外で食べたりするとお昼まあ1000円とかで済ませれたとしても、夜はやっぱり3000円ぐらいはかかってしまうところが多いから、友達との遊びっていうのは一番お金を使ったかなって思います。コンタクトはね、私カラコンつけてるので、まあ、ちょっと高めかなっていう感じ。カラコンじゃなくて普通のコンタクトやと2万円ぐらい半年ぐらいいけたりします。食費なんですけど、さっきね、親から1万5000円お昼ご飯代としてもらってるとは言ったんですけど、実はね、これはね貯金に回してます。で、自分の稼いだ8万円の中から1万5000円出して食費にしてます。で、その1万5000円をなんで貯金してるかっていうと、テスト前とかテスト期間、本当にバイトに入れないんですよ。こういう時期に貯金をしとくしかないんですね。だから毎月定額で1万5000円を貯金しようって思うと、この親からもらってるお昼ご飯代を貯金にするっていう感じでやってました。まあでも服を毎回2、3万バンバン買うって言われたら買わない時期もあったから、まあそういうところで浮いたお金を
貯金するっていうことをしてました。あとはこう節約したい時はお弁当を入れるとね、1週間最低1000円とかで過ごせたりするから、お昼ご飯代をね月4000円とか5000円ぐらいで過ごせたりするので、そういう感じでいろんな細かいところで節約をしてました。ということでテストも何もない期間っていうのはこんな感じでした。はい、次2つ目の期間、テスト2ヶ月前の期間ですね。こっからどんどんバイトする時間は減ってきます。だいたいここから週2とか3ぐらいになっていきます。まあ週3はちょっと多いかな、週2ぐらいにしていきます。まあだいたいバイト代は月 4、5万ぐらい稼いで、あと親からの1万5000円をもらってました。でこの内訳は服、コスメ、日用品1万円、コンタクト1万円、友達との遊び1万円、残りの貯金が1万円っていう感じです。ここぐらいから本当にお金をテスト期間のために貯めなきゃいけないので、服とコスメと日用品全て合わせてまあ1万円ぐらいで買ってました。一時期すごいクレジットでめちゃくちゃ買ってたけどね。もうだってさ、テスト前に限って衣替えというか季節が変わるからいい服が出始めるんですよ。もうね、それがちょっと勘弁してくれっていう感じなんですけど、我慢してね、まあ、1万円ぐらいで抑えてたかなと思います。ね、やっぱコンタクトが高いね。コンタクトは本当にお金がかかりますね。友達との遊びもご飯食べに行ったりすることもあったので、まあ1万円ぐらいは使ってたのかなと思います。で一応貯金もね、テスト期間のために貯金してました。はい、そんな感じです。まあでもね、毎月1万5千円とか1万円貯めるだけでね、本当にテスト期間楽になるので、皆さんね、ちゃんと貯金した方がいいです。薬学部の長期休み、旅行とか行けたりする期間って、だいたいテスト期間の後に長期休みが来るんですよ、薬学生って。だからお金のない状態で長期休みに入ってしまって、旅行にも行けない、遊びにも行けないみたいな状況になることが多いので、だからバイトができる時期にちゃんと貯金しといた方がいいです。本当におすすめしとく。次、最後の期間ね、テスト期間ね、全くバイトできないこのブラックな時期、さっきも言ったように貯金で暮らしてました。でその時は服はねクレジットで買ってました。さすがにこう現金で服をバンって買ってしまうと、もうお金がなくなってしまうので、クレジットで買ってバイトができるようになって、お金が入った時に払えるようにしてました。コンタクトはまあやっぱり1万円かかるので、コンタクト代は出してました。あとはね、テスト期間はお菓子とかそういう甘いものとかなんか間食をしたくなるので、そこら辺でもちょっとお金は使ってたかなと思います。だから服とかよりもなんか食にかけてた気がするな私。本当にテスト期間は心が死ぬので、全くお金がないとか、あと食を我慢するっていうのは本当にねきついので、こういう時だけは弁当とかにせず食にちゃんとお金を回すようにしてました。こんな感じでですね、実家暮らしの薬学部女子大生の月のお金の使い方はこんな感じでございます。でね、やっぱりちょっと一人暮らしをするとお金の使い道が変わってきたりするので、また今度ねお話できたらしたいなと思っております。ということで、みんなね本当にストレスだけはためないでね。ということで、今回の動画終わりたいと思います。次の動画でお会いしましょう。おつどん、バイバーイ。